伊勢谷雄介は、日本の俳優、映画監督、美術家、実業家、リバースプロジェクト所属、同代表、ルー HCS 発起人。学生時代、ファッションモデルとしてデビューし、その後は主に俳優として活動している。腕の良いテーラーを父として、父親が53歳9ヶ月の時の子として、東京都港区白金にて誕生。母子家庭で育つ。幼少期を、 北海道函館市で過ごし、その後は、目黒育ち。日本大学豊山高等学校を卒業、東京芸術大学美術学部デザイン科に入学、同学部を卒業後、同大学の大学院に進学し、美術研究科修士課程修了。デザイナーである、石岡栄子や、イボアに、山本関西を意識していた影響もあり、当初は、ファッションデザインの道に進もうと考えたが、 同校では映像について学んだ。また、学生時代については、三道四郎が当たり前の芸大出身ということもあり、同学年は年上の人間ばかりだったと10回している。12歳から英語教室に通っていたほか、大学4年生時にはニューヨーク大学に短期留学して映像を学んだこともある。なお、運動神経も良く、 学生時代は水泳のインストラクターもしており、子供たちにかなり懐かれていた。大学在学中の1996年、モデルとしての活動を開始。以後、CM、雑誌、ファッションショーなどに出演、ファッションブランド、プラダのミラノコレクションにも参加した。また、同年、天使の涙のプロモーション番組、地球に落ちてきた天使に、 金城武史と監督のウォンカー・ウアイと共に出演した。その後は主に俳優として活動していくことになる。翌1997年、東京芸術大学のメンバー3人で結成したアーティストグループ、カクトの活動を開始した。さらに1998年、ワンダフル・ライフで映画初出演している。2002年には、初監督作品、カクトが、 劇場公開された。2008年よりリバースプロジェクトの活動を開始。2009年 NHK のスペシャルドラマ、シラス、二郎の三部作にテレビドラマ初出演した。翌2010年には NHK 大河ドラマ、龍馬伝の高杉新作役に抜擢され、第三部より出演。この年の第61回 NHK 紅白歌合戦の 審査員にも選ばれている。翌年2月に公開予定の映画、明日の城の力石トールの役作りのために、3ヶ月以上にも及ぶ過酷なトレーニングを行い、体重を6 7ラムから5 7ラム体脂肪率を15%から3から4%へ減量して、撮影に臨んだ。2011年の東北地方太平洋沖地震に、際しては自ら、 元気玉プロジェクトと題する復興支援を積極的に行い、その一環として、福島第一原子力発電所事故でできなかった、福島県相馬郡伊達村の子どもたちの卒園式、卒業式の開催を企画、実施するなどしている2016年、熊本地震の時には、自身が代表を務めるリバースプロジェクトによる支援活動として、支援物資を届けるための一時保管スペースとして、 熊本県内に、ハブハブ熊本熊本地震支援物資配送基地を設置、全国から送られてくる支援物資を被災地へ送ると発表した。また20日に、熊本入り志向ら県吾と共に、市内の小学校で炊き出しをした。2017年、工藤勘九郎脚本のテレビドラマ、監獄のお姫様で民放の連ドラに初出演を果たす。 大麻取締法違反容疑で2020年9月8日に逮捕された。同年12月22日、東京地裁で懲役1年、執行猶予3年の判決を受けた。父親は洋服の仕立て屋で、イボ兄にはデザイナー、山本関西がいる。名は女優の山本未来が,が2歳年上。父親とはほとんど面識がなく、離れて暮らしていた。 母子家庭で育ったが、母親は大変教育熱心で、私はあなたたちには学歴しか残すことができないと言われたという。妹がおり、妹も海外の大学に留学した。ありがとうございます。